はい、戸隠育ち農園です。まあやっぱりというか、出てしまいました。キュウリなんですけども、ベト病です。今正面に映ってるこの葉っぱね、ちょっとなんかポツポツ枯れてきたりで、枯れてる周りがちょっと黄色っぽくなってるんですよね。これ葉っぱで周りが黄色いと、これ細菌による、病斑と、なるわけで、キュウリの中の、まあ、繊維じゃないですけど、四角いブロック状に葉っぱの表面なってるんですけど、その形に沿って、まあ現れてる症状なので、まあベト病です。これはもう、キュウリの表面見ていただくと、なんかブロック状というか、まあ、四角くなってたりとか、いろんな形の、まあ、溝みたいなものが葉脈に沿ってこうポツポツとあると思うんですけど、その形通りに、ちょっと病斑というか、出てますね。で上にもこういう感じで出てますし、さらに上にも、出てます。でそのさらに上の葉っぱでも出て、でこれは出てはいないんですが、なんかちょっとポツポツ黄色っぽくなってきてるんで、出そうっていう感じですね。もうだいぶ上まで登ってきてるって感じです。まあ隣の株もかなり出そうな、もうこことがかなり出そうですね。結構上なんですけど、下の方もだいぶ枯れそうな雰囲気が出てますので、対策が必要です。どんどん上に上に行きます。で表面上はここ結構ひどいくなってるなぐらいですけど、もうだいたい菌自体は全部回るぐらい、ベト病は、まあ、強いというか、まあ、キュウリの成長って結構やっぱり早いんですけど、それに合わせてその菌もですね、多分乗ってくんじゃないかと思うんですけど、その成長の速さに合わせてその養分とか水分と一緒に乗ってスーっていくんじゃないかぐらいの速さでどんどん移っていきます。で、まあ、こうやって枯れたりしてきたり、この内部ですね、これとかもう完全に枯れちゃってる葉っぱがこれですね。でどんどん枯れてきて、まあ元気な葉っぱがどんどんダメになっていって、最後は上まで行って、まあもうダメになっちゃうっていうパターンが、もうここ何年もうちはちょっと続いていて、あんまりちょっとベト病、まあ対策してなかったんですけど、さすがにちょっと今年はちゃんとやろうと思っていたんですけど、で5月の26日ですかね、にもうだいたい1ヶ月以上前になっちゃうんですが、まあだいたい皆さんご存知だと思います、ダコニールの線ですね。まあ、これを1ヶ月以上前には使いました。でこれがですね、ここ適用はキュウリで、まあ、ベト病とかいろんな病気に適用で、1000倍の、まあ、使用時期はもう前日に使えば次の日には使っていいとなってますが、このキュウリに対しては8回も使っていいとなってます。なかなかですね、こういった農薬で8回はなかなか見ないですね。一つの作物にこの農薬を何回使っていいかと、いうことですけども、それが8回というですね。でキュウリがいかに、まあ、使っていいかというか、なんて言うんでしょうね、病気、まあ、なりやすいかな、証なのかなと思います。で特にダコニールは、まあ、特性としてこれかかったところにこのダコニールの、成分がひっつくというかついて、でまあ予防してくれるんですけども、どんどん新しいまあ葉っぱとか出てきたりとかすると、まあその都度かけたり、する感じなんで、しないとまあ効果が薄れてると。それまでその農薬を使った瞬間だけには、使った瞬間にある葉っぱには効果があるんですが、新しく伸びてきた葉っぱとかにはまた新しくかけ直さないといけないので、まあ多分そういう何回も使っていいってなってるのかなと思ってるんですけど、うち1ヶ月前に使っただけで、まあ当然もう
1ヶ月前のじゃあしょうがないのと、あと梅雨時期ですねも相まってちょっと出ちゃったかなって感じですね。いや、やっぱり露地栽培、外で栽培するキュウリは難しいなと。いやでもうちハウス内でキュウリ作ったことないんで全然外の話を知らないんですけど、毎回病気になるんでやっぱり難しいなって思っちゃうんですけど、でじゃあまあこのベト病どうやってまあ対策というか対処できるのかって言えば、まあ実は薬剤って結構あって、結構、まあ、進行性というか結構強い感じ、誰でも多分なること多いと思う病気ですけども、まあ、その分対策も実はあって、まあ、一応殺菌剤のオーソサイド、水和剤80とかこれですね、こちらキュウリで、ベト病ですね。で、まあ、600倍ですかね。で、これも、まあ、前日ですね。はい。収穫前日まで使えて5回以内ということで、一応、こういうのも、治療系に多分当たると思いますが、あるんですが、一応、うちで、ちょっと、農協さんの方に、指導員さんに聞いたら、まあ、こっちの方がいいですよって言われて、じゃあ、って思って買ってみたのは、このアミスター20フラワーブルっていうものをちょっと買ってみました。で結構ですね、うちが使ってるものと被るというか結構幅広く使えそうなんで一応持っとこうっていう感じなんですけど、で治療のキュウリのベト病治療にも使えるということで、じゃあという感じですね。キュウリは、うどんこ病ベト病1500から2000倍で、前日までの散布ですね。で一応4回かな。そうですね。ちょっと見づらいですね。あ、4回までいいですね。で、あります。で、うちはメインで作ってるのは、まあ一番がピーマンで、次多いのはナスなんですけど、ナスもありますね。ナスの、うどんこ病、すすかび病は2000倍で、使えます。で、あと、ピーマンもですね、ありましたね。ピーマンの灰色カビ病。まあ、ズッキーニのうどんこ病とか、まあ、ズッキーニも結構作ってますんで。ピーマンの灰色カビ病出た時は、じゃあこれも使えるなという、ちょっとなんか手札が増えたというか、選択肢が増えていいなって感じなんですけど。なので、今回は一応、これを、アミスター20フラワーブルを使おうと思います。まあピーマン、ナスとか結構夏野菜系、オクラもいけたような気が、あ、オクラのうどんこいぶとかもいけますね。なんで結構幅広くいけるので、まあひとまずアミスター20フラワーブルを、使って、でその後に言われたのは、なんか1週間以内に銅剤って言われる、まあ銅の成分を主成分とした農薬みたいなを使って、まあ、うどんこ病がこれからまあやっぱり梅雨時期で出るから気をつけなさいということを言われたんですが、今のところそれは、しないつもりではいるんですけど、一応このベト病に対してはとりあえず使おうかなと思います。ちょっとせっかく、伸びてきて、まだちょっと棚の上まで行ってなくて、これでかかってきちゃうと、まあこれでもう本当に終わっちゃうというか、下手すると、そうですね、まあ伸びてはきますけど、やっと上まで伸びたところで終わっちゃうと思うので、対策して、でまたキュウリちょっとたくさん取れたらなと思っています。はい、まあこんな感じですね。まあキュウリのベト病、出てしまいましたという感じですけども、なんとかこう治療して、まあいい、キュウリというか、まあ、毎年失敗してるのをなんとか、うまくやりたいなと思って動画にしました。今回の動画いいと思っていただけた方は高評価ボタンを、よろしければチャンネル登録お願いいたします。
ご視聴いただきましてありがとうございました。